いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、立て祭り候。焼ける匂いがたまらんざか。うわ、チーズよもや滝じゃん。うまい。肉汁がとんでもないではないか。幡ヶ谷、大きく道路沿いに面した町で、商店街や飲食店などが立ち並ぶ。意外と小道などがあり、ベッドタウンなる雰囲気もある町じゃな。さて、今日はなんかこうガッとかぶりつきたい欲でムンムンとしておるな。何かガッとしたものはないものか。むむむ、これはハンバーガーか。ガッとしておる。よし、ここじゃ。今日はハンバーガーにしよう。これはメリケンな雰囲気じゃな。まあ拙者異国に行ったことないけど、本田も置いてある。本田といえば忠勝がめっぽう強くての。お品書きまで洒落ておる。頼む。お決まりですか？わからん、任せる。じゃあおすすめのものをお持ちしますね。頼む。ハンサメンな主人じゃな。やったぜ、肉じゃ、肉塊じゃ。これはチーズか。焼ける匂いがたまらんざか。この本だ、戦国の世にあったらの。焼きつつ旨味を閉じ込めるわけじゃな。すでにうまい。うわ、チーズよもや滝じゃん。お待たせしました、ナイアガラチーズバーガーです。ナイアガラとな。チーズがダクダクじゃ。どこから食うかの。わからん。バーガー袋なんですけど、バーガー袋を折り曲げてもらって、ナイフ刺さったまんまハンバーガーを乗っけて、それでハンバーガーを包みながらナイフを抜いて、このまま食べてもらうっていう。うむ。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。挑戦してみるかの。
いや、どことなく難しいのこれ。言うはやすし、秋元やすしじゃの。知らんけど。うまい。肉汁がとんでもないではないか。早速口周りがぐしょぐしょじゃ。拙者、口についてるよ。うまい。どこまでも肉に絡むチーズが濃厚でうまい。こんなに大口開いておるのに収まりきらぬとは。こういうものをかぶりつきたかったのじゃ。酸っぱいキュウリみたいなのうまっ。バーガーにも合う。こぼれたチーズも余すことなく使っていく。ポテイトもうまいものよ。バーガーごとチーズをつけにいかん。お次は鳥、一枚肉か。こんがり良き香りじゃ。ポインポインするの良き椅子じゃ。さっぱりした感じかの。お待たせしました。ケージャンチキンバーガーです。ケージャンチキン。肉が完全にはみ出ておるわ。むむ、アイスとな。何を作っておるのだ。アイスなのに飲み物のように見える。お待たせしました。オレオシェイクです。オレオシェイク。これはもう甘そうでうまそう。この手の飲み物はこのように飲むんじゃったな。出ないわ。あんま、うんま。この砕かれた俺をなるものがアイスによく合うの。甘くてうまい。
これは勢いで行くしかあるまい。うまい。肉汁あふれすぎ、旨味が強い。噛むたびにバシャバシャ肉汁が出てきよる。ケイジャンとかいう香り高く辛みのあるものがチキンによく合う。サルサなるソースがさっぱりしておるので重たい感じが全くしない。ケイジャンにサルサ、暑い気候の国の料理と見た。これもまたうまいハンバーガーであったわ。細かい管のようなものにチーズ、辛そうなのにもチーズ。うわ、よくわからんがうまそうじゃの。野菜にエビか。お、サルサじゃな。アボカドが乗るわけか。お待たせしました。こちらアボカドシュリンプバーガーです。じゃあチリチーズポテトです。じゃあマカロニチーズです。じゃあ鉄板熱いので気をつけてください。何やらすんごいの。このバーガーは健康的じゃの。かえってこっちは罪な感じじゃの。これもギルティーな感じじゃろうの。包むのも慣れたものよ。うまい。そして健康。エビのプリプリに滑らかなアボカド、彩りを添えるサルサ、言うことなくうまい。玉ねぎも辛すぎず食感がいいの。マカロニチーズ、ものすごくチーズじゃ。マカロニは不思議じゃな。この独特なもちもちがチーズをより引き立てる。チリビーンズ。うまいの。スパイシーというやつじゃな。辛みがありつつもしっかり甘みもあって、これまた不思議じゃが、うまい。そして気づいたわ。こういう罪なものを食べていても一緒に野菜を食べる行為、これが若者が狂ったように叫んでおる実質ゼロカロリーというやつじゃな。
実質ゼロカロリー。今日の拙者は実質ゼロカロリー侍じゃ。この組み合わせありじゃったな。ペットもか。さあ締めの雰囲気じゃ。これは王道のやつではないか。お待たせしました。 BLT バーガーのダブルです。やはり BLT。 BLT といえばエブリリトルシ、ベーコン、レタス、トメイト。バット。笑けるほどうまいわ。B も L も T も一気に来るこの感じ、才の子。つなぎのない牛肉ハンバーグは本当にうまいの。肉の味と香りをガツンと感じるにはこうでなくてはな。口が裂けそうじゃ。でかすぎて顎も外れそうじゃ。ま、外れたら外れたでご愛嬌じゃな。いまだ湯気が出ておる。すごい。久方ぶりのハンバーガー、うまかったの。ありがとうございます。大いにかぶりついたわ。